リボル・コザークは、チェコ・オパバ出身の同国代表サッカー選手。AC ・スパルタ・プラハ所属。ポジションは FW。チェコ・ニブリーグ SFC ・オパバの下部組織出身である。オパバのトップチームに昇格した2006から07シーズン15試合に出場して8得点を記録する。2008年1月、プレミアリーグに所属するポーツマス FC のトライアルに参加をしたが、 契約には至らなかった。2008年夏、遺跡金120万ユーロで、イタリアセリエへの SS ラツィオへ移籍。2009から10シーズンは、ブレシアカルチョへ、レンタル移籍2010から11シーズンによりラツィオへ復帰し2010年9月18日のアッコフ・フィオレンティーナ戦で、セリエ初得点を記録。2012から13シーズンは、リーグ戦でこそ、 ノーゴールに終わったものの UEFA、ヨーロッパリーグでは、ラウンド32のボルシア・メンヒエングラート・バフ派戦で2得点挙げ、続くラウンド16の VFB ・シットガルト戦では、キャリア初となる、ハットトリックを達成しクラブのベスト8進出に貢献。11試合で10得点を記録しチェコ人として、初めて大会得点王に輝いた。2013年9月2日、 アストンビラ f c へ4年契約で完全一席。クリスティアン・ベンテケとポジションを争ったが、2014年1月に骨折し長期離脱を強いられた。この怪我の影響で、加入2年目の2014から15シーズンには公式戦での出場がなかった。2016年1月2日のサンダーランド AFC 戦で2年ぶりにピッチに立ったがその後は出場機会が減少した。 2017年8月30日、FC バーリ1908に移籍。2018年7月16日、a s リボルノカルチョに移籍。2019年1月23日に FC スロバン、リベレツへ加入し10年ぶりに母国へ復帰すると、リーグ後半戦において10試合出場7得点を記録。2019から20シーズンより、 同リーグの AC スパルタプラハと2年契約を締結した。U-19 世代よりチェコ代表に招集され、2011年3月に A 代表に初招集されるも出場機会はなかった。2012年11月14日のスロバキアとの親善試合で A 代表デビュー。2013年8月14日のハンガリーとの親善試合で代表初得点を挙げた。 ありがとうございます。